NHK どうする家康第43回あらすじ。関ヶ原の戦い始まる。秀忠、森崎伊を欠く家康、松本潤は野戦での勝負を決断。松本潤が小国に生まれながら乱世で奮闘し、江戸幕府を開いた徳川家康の生涯を演じる NHK 大河ドラマどうする家康、日曜午8:00。12日に放送される第43回関ヶ原の戦いのあらすじを紹介する。どうする家康関連記事はこちら。大河ドラマ通算62作目となるどうする家康は、映画アールウェイズ3丁目の夕日や探偵はバールにいるシリーズを手掛け、ドラマリーガル、はい、コンフィデンスマン JP シリーズなどでも知られる古沢亮太氏が脚本を担当。織田信長、武田信玄らが群雄割拠する乱世に飛び込み、どうする？と何度も決断に迫られた家康を現代に通ずるリーダー像として描く。嵐の松本潤が大川初挑戦で主演を務め、戦国時代の大スターとは程遠いナイブで頼りないプリンスを演じる。弱く繊細な若者はいかにして戦国の世を平定する天下人まで上り詰めたのか。語りは寺島しのぶが担当する。どうする家康第43回関ヶ原の戦いあらすじ。秀忠、森崎院率いる主力軍が来ない。真田の罠にはまってしまったのだ。西軍に圧倒的に数で劣る家康、松本潤は野戦での勝負を決断。決戦の地に関ヶ原を選ぶ。そして大量の密書をばらまき、敵に切り崩しを仕掛ける。優位に立つ三成、中村七之助は呼応するように兵を進め、両陣合わせ15万が集結、天下分け目の対戦が始まる。一方、大阪では家康の調略に動揺する毛利輝元、吹越充に茶々北川景子は不満を募らせる。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。